というわけで今回は久喜駅近くの、吉川ホルモンさんにお邪魔しております。こちらのお店がね、あのランチの食べ放題があって、ルール的には制限時間が50分で、最初の肉到着してからお食事終了まで、ラストオーダーが、10分前ってルールになっとって、まあいろいろあるんやけど、波と上コースっていうのが2つあって、で今回はその上コースの和牛カルビ、上ハラミ、牛タンも食べ放題で、あとお肉の仕入れ状態とかでお肉の内容とかが変わったりするんだけど、今回は貝のみで、提供していただいてます。これはね、特注で持っていただいた大きいおご飯と、あとサラダと、あとあのタレとかネギとかもいろいろいただいてます。食べ放題のそもそものこのルールが50分間なので、今回は50分以内こちら完食目指して頑張っていきたいと思います。このさ、肉質のお肉が食べ放題すごくない？めちゃくちゃ美味しそうやし、牛タン食べ放題っていうところが激アツやね。だけで今回は50分だね。冷静に考えて50分間食べ続けるってさ、すごいよね。自分がいてなんか説得力があるのかちょっとよくわからんけど。じゃあ始めていきましょう。制限時間が50分。チャレンジスタートまで。3、2、1。よいしょ。OK。いただきます。うわぁ、超楽しみ。何から焼こうかな。今回ちょっとさ、お肉の量が量なんで、特別に2つこれ焼くやつ、ロースターだっけ、用意していただいてます。こんな感じでお肉綺麗だね。うわ、めっちゃ美味しそう。すごいっす。美味しそう。これさ、タレつけにできんじゃないですか、もしかして。うわ、美味しそう。すごい美味しそう。いただきます。口の中でとろけるよ、このお肉。おいしい。待って、めちゃくちゃおいしい。うん、これなんかタレいらんわ、私は普通に。美味しすぎる。口いこうかな。なんかいろんな種類のお肉が楽しめるって嬉しいよね。一応だけサラダ。食欲しないの。
めば噛むほど旨味が出てくる。ちょっとね、脂身少なめというかさっぱりした感じでね、もういいよね。カルビでさ、ちょっとこうこってりしたお肉を楽しんで、でこういうさ、あのさっぱりしたお肉こうやって交互に食べていくと永遠に食べれる。昼ご飯からこんなに贅沢すぎる食べ放題、めちゃくちゃ幸せやね。ニンニク。わあ。うわ。ニンニク美味しい。牛タンだよ。レモンダレとかもあるよ。一回食べてみよう。この牛タン美味しい。サクサクしてる。このスープでなんかクッパみたいになってるみたいな。恐ろしいってさ、私この後さ、撮影終わったら事務所も編集するんよ。こんな焼肉の香りまとわして事務所行って怒られんかな。このスープの作り方が知りたい。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃこっちもぐもぐしながら話しちゃった。いいよね。でもなんか思うのはさ、どんなお店行ってもさ、こう
話しかけてくださる方ってなんか優しい方ばっかりやなと思ってなんか私家だったらこの牛タンをさ究極にまでカリカリに焼いてさそれをおつまみにして肉がふわふわすぎてびっくりする。いやこの食べ放題はめちゃくちゃ楽しめるんです。めっちゃ美味しかった。制限時間が50分なんやけど、まあ、50分あったら正直十分すぎるし、お肉がね本当にどれも美味しかった。じゃあとなんかのサラダとかもあるし、ライスとかスープはセルフサービスになってるから、であとタレとかさ、この薬味とかも種類があるから、なんだろう、1種類のお肉をいろんな楽しみ方ができるの。だからなんか全然飽きるとかも多分ないと思うし、めっちゃ美味しかったです。今回私が上コースっていうのを注文させていただいたんですが、波っていうコースだと、US カルビ、豚バラカルビ、赤身タン塩ミックスホルモンっていうね、また全然違うお肉の食べ放題になってたりするので、なんかその時によってこう気分でね違うコース楽しんでみるのも楽しいんじゃないかなと思いました。いや美味しかった。で今ねちょっとめちゃくちゃ嬉しいお話をいただいたんですが、こちらの石川ホルモン久喜店さんで
私のこの動画を見たよって言っていただけたら、ランチタイムの時にソフトドリンク1杯プレゼントしますっていうサービスを、この動画の公開後1ヶ月間こちらのキャンペーンを、実施していただけるということなので、ぜひね、この動画見てお店気になったなって方はぜひ遊びに行ってみてください。あとなんか普通に単品メニューとかもあったりして、夜とかもね、贅沢でお楽しそうな素敵なお店でした。お近くの方はぜひ遊びに来てはいかがでしょうか。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあ、あー、編集しよう。